はい、どうもこんにちは、宮下です。今回はですね、お尻のマッサージの方法をまた一つ紹介していきたいと思ってます。今回はお尻の筋肉のマッサージをこれからやっていきたいけど、お尻の筋肉って範囲が広いので、押すって言ってもどこを押せばいいのかよくわかんないなっていう方が多いと思いますので、そんな感じでね、具体的にやっていきたいと思ってます。今日ほぐしていくのはこのお尻の筋肉の中でも中殿筋という筋肉ですね。こっちは大殿筋という大きい筋肉なんですけど、それをその下に骨盤の際に沿ってですね、通っている筋肉になります。で、この中殿筋という筋肉の中にトリガーポイントというね、しこりができることがあるんですけど、それができているとどういうことが起きるかっていうと、この×印があると思うんですけど、この×印のところにしこりができていると、腰の方とか青い部分に痛みとかしびれが出たりするんですね。しこりの硬さが強かったりすると、太ももとか足先の方までしびれが出てくる方もいるので、この際の部分を狙っていけると症状が良くなりやすいので、今回はここをね、押していきたいと思います。で、今回ほぐしてもらいたいのは、骨盤がこうありますけど、この骨盤の一番上の骨、ここをこう触っていただいたら、この本当に際の部分、この際の部分に木のしこりがあるポイントがありますから、ここをテニスボールで圧迫していきます、ない人は拳でも大丈夫です。ここを押すと響くなっていうところを探していただいて、その響くところにテニスボールをしっかりと当てます。で、これ当てた状態でぐーっと倒していきます。ここを押されると足の方まで響くなとかね、そういうポイントがあると思いますから、そこを押した状態で数えていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょっと緩めて、でもう一度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょっと緩めて、でもう一度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で緩めて、ちょっとね、他にもこうポイントを探していただいて、ずらして、で、またこの辺また響くなってところがあったら、もう一度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でちょっと緩めて、でもう一度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でちょっと緩めて、で、またずらしてポイントを探していただいて、際のところに当てて、もう一度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で緩めて、で、もう一度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で緩めます。はい、 OK です。はい、こんな形でしこりができやすいポイントをほぐしていけると、腰痛とか座骨神経痛がある方は解消することにつながりますし、ない方でも合間の時間で際の部分をマッサージしたりすることができると、腰痛とか座骨神経痛の予防をすることができますので、ぜひ試していただきたいなと思ってます。今回は座骨神経痛とか腰痛がある方に向けてですね、具体的なマッサージの方法を紹介しました。またない方でも予防するためにできるような簡単なマッサージの方法とか、ストレッチの方法とか、普段の生活の中でやりやすいようなものもですね、紹介していきたいと思ってますので、またよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。